はい、今日は9月の26日夜9時6分になるところです。現在の腐敗した政治、行政、社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に矯正を求めるとともに、国民市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車ミヤリバン東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。さあ、いよいよ日本国の総理大臣を選任する選挙、あと3日ですかね。正直言いますと2日ですね。あと3日目は投票日ですから。しかし、どの総理大臣が決定したにしても短命の総理大臣ではないかなと思われますね。と言いますのは、先ほどの9時のニュースでコロナ感染者が本当に少なくなってきた、ね、大阪でも300人台になってきたということが今日報道されていましたが、ね、この今までこの1年半ですかね、このコロナウイルスの感染状況ですね、波があって、さらには、ね、山あり谷あり、この棒グラフのようなものでニュースでいつも報道されている中において、感染者が少なくなって、だいたい1ヶ月半ぐらいですかね、1ヶ月前後になったら、まただん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 急速に増えていく。このコロナウイルスの、ね、激減したその理由というのが、未だにはっきりとわからない、ね、検証できていないという言葉も聞かれていましたね。ならば、この自然の成り行き、ワクチンを、ね、接種されたこの人口においても半分以下、ね、それを今度は3回目のワクチン接種をする、このようなことが先へ先へと話題となっておりますが、まずこのワクチンの接種するしない、ね、これも政府の方針として、打っても打たなくてもどちらでも良いというような、このような風潮がね、あの私がいつも危惧しております言葉、日本語ですね。日本というのか日本というのか、どっちでも良いと言って決定したのが、あの民主党政権でしたね。9年10年前の民主党政権、この時にどっちでもええというような、このようなね、決定的なことが決められない、これが現在のこのワクチン接種においても、打っても打たなくてもどっちでもよい。さあ皆さんね、このような国になっていることに危機感が欠落していると私は日頃から国民でもそうでありますが、特に政治を担う連中らの危機感の欠落というのは、一番にね、金権主義にまみれた連中の危機感というのはね、他人事のようにしか思われないような状況になっているのではないかなと私は思っているんですね。今私たちの国でね、物事一つ決めようにしても、さまざまな意見があるのは当然ですね。意見を交わして出し合いして、ね、そしてこれが最良な方法であろうということを決めていく、ね、これが民主主義社会の議員議会法であるとしたら、ね、決定的決断を決める思想を持っている者が本当に少なくなってきた、そう思いませんか。これはなぜかというと、教育ですね。自分たちの国の歴史を知って、そして民族性を知ってね、ここに道徳心の教育が入っていく。しかし今から76年前に
完全に日本人の私たちの国の歴史もそうですが、ね、崩壊させられるような原点とされる現在の憲法が、ね、押し付けられて育ってきたために、ね、このような状況を目論んで与えられた憲法ですね。しかし誰もそれに反感することもなかった、ね、そのような余裕はなかったわけなんですね。しかし今ここに来て戦後76年にして、ね、冷静に考えたらわかることが、自分たちの国の未来のあり方、これさえも昔の人たちが国家100年の大計として立ててきた歴史上の政治さえも、今は本当にどのような国にする、ね、このような私たちの日本人が育つ生活していく、ね、未来永劫の夢を語る者がいなくなった、なくなった、ね、それはなぜかというと、本当の教育、この教育をもう一度、ね、考え直す時が来ているというのは、皆さん、ね、今の現在の私たちの経済大国と言われて、ああこまわ、ね、この経済大国と言われだして、ね、この自由と平和な国にどっぷりと使ってしまっている現在の私たちの日本人の生活ですね。しかし昔から私たちの愛国者に教えられてきたのが、戦争は100年周期で起こされる。さらには今陰で聞こえてきたのが、人類が増えてきたら必ず目に見えないものが動いて、人類の間引きの行為が起こされるというのは、これは戦争ですね。私たち先進国と言われるところでは、ほとんどが人口が減っている、本当に自分たちの国の未来を憂いながら、ね、子供たちが少なくなれば、あとどのような国になるんだろうか、ね、このようなことが危惧されている。あこまは、ね、この自分たちの、ね、国の在り方ですね、この自分たちの国の在り方が本当に今問われている時なんですね。なぜならば、ね、先進国と言われるところでは人口が激減しているが、ね、発展途上国と言われる過疎化した国、そういうところでは爆発的に人口が増えているために、この地球上に生存している人口約75億人と言われておりますね。75億人もこの地球人類で人間が住むところはこれ以上にないのではないか、ね、それ以上に増えると、ね、様々なところで弊害が起こっていく、ね、まず食料不足に、ね、大変な飢饉が来て、さらには、ね、貧困の社会と現代の資本主義社会で、ね、先進国と言われる国の格差が拡大していく。そうですね、もう日増しに一日一日と、そのような、ね、私たちの全世界の動きはそうですね。そして今の私たちの日本国、現在の総理大臣を選出する、ね、あと2日半ですね。このような思想信条を語ってはいるが、果たして国民に約束できるような、そのような政治が行われるかどうか、
ね、あ、こんばんは。ね、そうですね。このね、今、75億人、ね、の、75億人の人類が、おそらく、私たちのね、日本国が75年前に、皆さん、思い出してください。ね、今の若い人たちは知らないと思われますが、この放送禁止の歌でね、森谷浩司というね、今は亡き、あの歌手が歌った、ありがたや節なんですね。その時に戦後ね、流行った歌、昭和30年代ですね。この時に、6000万人いる中で、とね、6000万人いる中で、と、このような歌詞があったわけなんですね。さあ、今、私たちの国、それから、ね、50年経って、現在、1億2000万人。ちょうど、その歌の歌詞よりも、倍ですね。人口が増えた。このような、現状においてね、あっという間ですね、50年で人口が倍になったわけなんですね。あの戦争というものが私たちの本土決戦で行われた時にね、私たちの国の人口、そうですね、6000万人しかいなかった、それ以下だったわけなんですね。そして歴史をね、少しだけ勉強していったら、あの徳川家康が江戸に幕府を開いた時に、なんと20万人、今の東京ですね、20万人の人口、このように言われていますね。それが今、1200万人ですか？東京の人口というのは。ね。その時代からして、ね。私たちの国でさえも、400年経った現在において、東京が江戸城と言われた時には、20万人の人口しかいなかったものが、ね、300年、400年経って、1200万人の人口に増えている。ね。さあ、増えすぎたら、全世界がそうなんですね。増えすぎたら何が起こるかということをね、よくね、耳にしているのが、地球に資源には限りがあると言われますね。食料にもそうですね。特にね、私たち人間はね、食料というものはその国々によって主食は違いますが、ね、食べなければ生きていけない動物なんですね。そうですね。ですから、この私たちの環境という問題は、どこから来ているのかな？ね。まず、環境保全、皆さん、役所に行かれたときに、必ず、その役所には、環境課。呼び方はね、様々な市町村によって違うんですね。環境部、環境課、環境保全課。このようにしてね、いろいろ呼び方は違うのですが、ね。環境に対する職員の認識、知識ですね。これが本当にね、この職員の連中らは環境課には在籍しているが、その環境に対する認識というのは本当に欠落しているなと私はね、つくづく思っているわけなんですね。それはなぜ感じているかと言いますと、ね、現在全国で環境破壊の原点である産業廃棄物、これで自然を汚している、公害を発生させている、ね、
このような現場を職員が黙認したときに、その対応ですね、刑事罰もあるんですね、この環境法には。ところが、現在の私たちの47都道府県、1746市町村においてね、刑事罰まで考えるような環境課の職員、まず皆無と言って等しいではないかなと思うんですね。それは私がね、この20数年間、この環境問題に取り組んできてね、刑事罰まで訴えていったのは大阪府の高槻市、ここだけなんですね。ここで平成12年、13年にかけて、市議会議員が1人、業者が3名、逮捕されたんですね。これはなぜ逮捕されたかというと、あの皆さん、今ね、高槻市から京都の亀岡へ抜けるね、国道があるんですね。この上を登っていくところに大久保というところがあって、高槻のね、大久保というところがあるんですね。山の峠を登っていったら、そこにね、違法に産業廃棄物を大量にね、受け入れてボロ儲けをした業者がおったわけなんですね。そしてそこを何にするかといったら、資材置き場にするといってね、違法開発ですね、やって大量の産業廃棄物を投入していった、ね、その私も20年ほど前ですね、平成12年13年というとちょうど20年ほど前ですね、この時に私にね、おかしなことが行われておりますが、一度調査してもらえませんかと言われたんですね。そして私はね、まだその時はね、この赤い車ではなかったんですね。普通の黒の外線車だったんですが、それで現地を見に行ったわけなんですね。その時に見に行くきっかけとなったのが、その山を開発して、木を伐採して谷へね、埋めていって、その上から土をかぶせて、さらにはある程度埋めたところにね、家財道具、粗大ゴミですね。タンスや水や冷蔵庫、洗濯機、様々な温度をね、あのユンボで潰したやつがね、山積み、野積みですね、なっている、その現場の写真が同封されていたわけなんですね。このようなものをね、燃えるものは火をつけて焼いて、そしてね、焼いた残りはすべてこの中に埋めておりますということをね、その私にリークした封筒の中に、送ってきた封筒の中にそのような写真があったわけなんですね。それで私がね、そこへ現場に行って、確かにね、違法でこのところに開発の埋め立ての許可が出されているのかどうかということを調べたところが、許可はありませんという回答だったんですね。その時に私が大阪府のね、現在茨城土木というところが、この地区のね、管理山林の河川のね、河川というとあの水源ですね、そのところのね、担当をされていた当時の課長ですね、それと面談たまわりね、そして私がその証拠、私が撮った写真と持ってね、そしてこのようなことが起こっているね、あなた方はこの事実を知っているかね、その時にその課長は黙って聞いておられたんですね。そして私が証拠写真と私がね、調査したものをね、提出して、これを何とか取り締まりしてほしい、ね、と言って要望したところが、この頃の20年前のその当時の課長ですね。当時ね、確かね、47、8、もう50歳ぐらいでしたかね。この人が、道村さん、ね、わかりました。ね、この産業廃棄物を投棄しているその谷のところを即座に明日、ね、見に行きます。ね、そして
こちらの方でも徹底的に調査をしますので、また何かの情報があったらね、寄せていただけませんかと、このように言われたんですね。そしてこの課長はね、本当にね、大阪府民のために、高槻市民のためにね、徹底した調査をされたんですね。そしてその中でも、私も民間の人からね、私がしょっちゅう言っているものですから、いろいろなね、どのような方法でやる、昼間は朝9時から役所ですよね、朝9時から役所で、役所が来る頃にはもう産業廃棄物を投入するね、業者仕事を終わっているんですよ。朝5時ぐらいからね、次から次へとダンプカーがね、産廃産業廃棄物を持ってきてね、そしてもう8時ぐらいまでね、20台も30台もダンプカーが入って産業廃棄物を投棄したところに、8時ぐらいになったら今度は山を崩した土をその上にね、乗せて隠していくので、9時半10時に役所が見に来てももうきれいにその産業廃棄物は見えなくなっているんですよ、ね、このような情報が次から次へと寄せられたわけなんですね。そこでそのね、正義心のある茨城土木の当時の課長はね、これを徹底的に取り締まって、ついにはね、これを刑事告発告訴ですね、当事者ですから、風ですから、職員ですからね、風がこの高槻の現場、これを告訴されたわけなんですね。そしてついにこれを調査したところが、なんとこの業者と結託して一人の議員が名前が浮上してきたわけなんですね。ああこんばんはね。そしてついにはこの議員が一人逮捕され、さらにはこれに関わった業者3名が逮捕されたね、そういう事件が発覚して、ようやく大阪府の産業廃棄物の環境破壊のこのような取り締まりがね、徹底的に置かれるようになって、月に1回現在そうですね、今大阪府とね、兵庫県では、あ、いつもありがとうございますね、この兵庫県においてはね、1ヶ月に1回ね、ヘリコプター上空からね、その山林ね、どのような状況か、違法に開発しとるところがあればね、それを変えて、ここには開発の許可が出ているかどうかね、そしてそれをね、遵守して回っている、そのためにその違法な行為が行われているところにはね、次から次へと警告指導が入っていくね、ところがね、今でもこの私がね、今活動している三重県や和歌山県では、この環境に対するね、認識ね、この大阪府でもそうなんですね、本当に産業廃棄物の不法投棄を取り締まるというのはね、職員が勉強していないためにね、処分の行政の指導のやり方さえわからないものが担当者でいるためにね、その郊外の発生させている現況をそのまま放置しているね、と、どのようなことかと言いますと、いや、指導しておりますね、警告しております、勧告しております、このような状況なんですね。そしてそのようなことをやっている間に、自分が環境課の産業廃棄物対策課に在籍していた2年3年の間に移動されますね。そうした場合に、また知らない者が一からそのようなことをやるためにね、ずっとそのような産廃産業廃棄物の取り締まりなどね、放置された状況になっているわけなんですね。しかしこの現在の環境破壊というものはね、全世界の国が、特に先進国と言われるところはね、本当にね、危惧する状況になっているんですね。特に私たちのこの日本国、この環境法っていうのができたのが、たった今から20年ほど前なんですね。この環境法がね、
できたのは、なぜこのようなことができたかというのは、根拠は、あの中共信長、私たちの日本国に、日本国は我が国に、ああ、こんばんは、ね、我が国に産業廃棄物を投棄している。ね、不法に持ってきて、我が日本、ね、信中共の谷に産業廃棄物を掘っているではないか。これを国で、ね、中国で処理するから、その費用800億円を出せと言ってきたんですね。それで慌てたのが、この日本政府なんですね。慌てて、日本国中にリサイクルセンターを作っていったわけなんですね。このようにね、危機感が持って初めて、よその外国に、しかもね、中共信長に、日本は粗大ゴミを持ってきて、我が国に、谷に大量に掘っているではないか。ね、だからそれを自分の国で処理するから800億円を出せ。これに慌てたんですね。そして、この現在の環境法、ね、作ったんですが、ね、私がなぜこの環境法に、この三重県のね、ところに行って、この三重県の環境破壊、本当にね、現地に行って聞いたところは、業者間の間で、建築業者の間で、伊賀上野や名張は、名張市は、産廃金座や、と言われている。ということは、このようなことが民間で、ね、この言葉が飛び交っているということは、三重県の役所の環境課の職員も耳にしていたはずなんですね。しかし、未だにその連中らの危機感がないために、産廃の掘り起こしをやっても、あ、そうですね。産廃金座と言われているんですね。そして産廃金座とはね、この近畿地方地区からほとんどのものが建築残、ね、残土、さらには産業廃棄物、これを持って行って谷に埋めたり、田んぼを掘り起こしたところに埋めたり、ね、異常なことが行われていたのにもかかわらず、この三重県には残土条例さえもなかったわけなんですね。まだおそらくね、47都道府県でこの残土条例っていうのがないところが多数あるんじゃないかなと思われているんですね。つまり私たちの日本国のね、実態ね、どのような環境に対する実態、どのようなものであるかよくわかりますね。国一つとっても、あのドイツね、私たちの国と同じく同盟を結んで、ああこんばんは、ね、同盟を結んで、そして大東亜大戦において本当に敗戦しましたね。そのドイツはね、現在ね、本当に先進国と言われるような仲間入りをして、なんと環境法などは世界で一番厳しいのではないかというような法律を作っているわけなんですね。例えば一つの例を取れば、レストランをオープンしたいと言って、政府ね、役所に届けをするわけなんですね。そうした場合に、ドイツの場合ですと、最低5つですよ。5つのゴミ箱が設置されていないと許可が下りないらしいんですね。なぜですか？ね、完全に廃棄するものとリサイクルするものと再生利用するもの、ね、このようなゴミ箱を5つ以上設置しないと営業許可が下りないと言われているらしいんですね。それほどね、この資本主義社会になっても最初から環境問題に取り組んでいるところは、そのような法律を次から次へと作っていった。ね。私たち日本国はどうですか？同じくドイツと敗戦した、全くね、そのような年代に
敗戦して戦後76年にして、ドイツなどは憲法改正、法律改正が56回行われていると言われているんですに、日本国はどうですか？今だかって76年になるのに、憲法改正が一度も行われていない。これはギネスブックらしいんですね、皆さん。そのようなことを考えたことがありますか？我々活動家はね、これを改正せよ、改正せよと求めて政府に声を上げているが、ところが政府だけではどうにもならないようなこの日本国憲法、私はいつも言っていますね、日本国憲法ではない日本国憲法、大きな違いですね。日本国憲法と日本国憲法では呼び方から違いますね。日本国憲法は私たちの国の憲法、真の憲法ではありませんね。これを作ったのが皆さんご存知の、ね、どこですか？アメリカ。そうですね、米国ですね。なかなかね、憲法を変えられないような憲法を押し付けていったんですね。そしてこのような崩壊した社会、日本国で起こるような崩壊する民族精神を解体して崩壊させるために押し付けて帰ったのが現在の日本国憲法。さあ、アメリカが望んだ通りの私たち日本国になっていると思われませんか？よく言われましたね。アメリカがくしゃみをしたら日本は風邪をひくと言われましたね。それがそのまんま現況ですね。あの福島の原発の爆発した中の本当の原子力のブラックボックス、それ一つしても自分たちで研究材料として開けることもできない。これがアメリカが作って我が日本国に与えている法律なんですね。皆さん、あの爆発した福島の原子力発電所、タンクの大きさ16センチしかなかったらしいんですね。それは日本人が研究して現在作っている52個ですか、全国にある中でも日本国が作った原子力発電所のあの釜、プロトニウムが入っている釜、25センチぐらいあるらしいんですね。ということはアメリカが昭和40年代に作った福島の原子力発電所のね、あの根本的なもの16センチしかなかったと言われている、だから爆発した。ところが日本の作っている25センチの釜のね、外部はいくらこけても爆発しないように作られているらしいんですね。このようなことさえもね、よそでやるから、よくね、今のね、私たちのちょっと政治に注目されている人たちであればね、ああこういうことかということをね、知る、認識されることがね、たくさん今の世界の情勢見たら分かっているはずなんですね。私はこの環境問題一つにとっても自分でね、最初何もできない、いや何かできるはずだと思って、河川の川のね、水が汚いということから入っていったわけなんですね。それを何とかしなければならない。当時ね、この東大阪にも一級河川というね、第二寝屋川というね、川があるんですね。その川の橋の下にはね、どの橋の下にも
ホームレス、ね、河川の橋のかかっている下に、ね、小屋を作って、ね、この全国にそのようなホームレスがおった。この東大阪にもそうですね。今から25、6年前、30年ぐらい前から、私が何でも前を始めた頃にはね、たくさんのホームレスが橋の下にね、ねぐらを持っていたわけなんですね。そうですね。違います。ね。アメリカが42年に作ったあのね、最初に原子力を作ったあの福島のあれが16センチしかなかったんですよ。タンクが。ね。ところが日本人が作った、日本が作った、その後に作った、これでは危ない。研究して、これでは危ない。と、ね、考えて25センチ。ね、要するに、鉄板の16センチの鉄板でぐるっと巻くのと、25センチの、ね、洞窟を作る。こういうことなんですよ。ね、だから福島のたった16センチの、ね、周りのタンクは危ないと認識していたのが日本の技術者なんですね。だから日本が作った現在の原子力発電所というのは25センチ以上のね、言うたら極端に言った素人考えですとね、タンク25センチの鉄板でタンクを作るのとアメリカが作って持ってきた16センチのタンクだしと、この16センチでは爆発した時にね、あのような状況になるということを日本の科学者は知って気づいたわけなんですね。ですから25センチですよ。ね。ですから今のね、原子力はね、地震でそのタンク発電所が倒壊しても、この中のものが爆発することはないように作られているというんですね。このようなことをね、なぜ知っているかというと、私はね、今ではね、ほとんどの人がご存知ですね。こういういろんなものでね、そのからくり、そしてその設計図とかね、やられていますから、私はね、あの、今からね、20年前ですね、ね、あの11年前にね、この爆発があった時に、即座にね、私は同級生に電話したんですよ。この時にその同級生がどこにいたかというと、青森県の六ヶ所村、ご存知ですか？ね。中間処理場。ね、六ヶ所村は最終処分場にしようとして、あの日本の政府がね、核のプロトニウムをね、取り出して、そして向こうで再生利用しようという研究所。そこにね、最終処分場を作ろうとしていたわけなんですね。ここの先端の担当者に、私の同級生がいたわけなんですね。この人物は本当にね、田舎でも、我々、私ね、同級生ね、皆さんびっくりするでしょうが、昭和22年生まれ、ね、たった5000人ですよ。たった5000人の町で、ね、5000人もいなかったかな。3000人ぐらいか、4000人か5000人ですね。4000人から5000人の町でですよ。同級生365人ですよ。男女合わせて365人。よく先行が言うてましたね、先生が。お前ら、一日一人ずつ生まれたんだな。このような笑い話のような事実なんですね。その中でも、頭がずば抜けてよくてね、この人物が、どのような学歴かと言いますと、中学を卒業して、ストレートで、鹿児島のラサール高校へ行って、ラサール高校から、ね、ストレートで東大に行って、そして、ね、ある企業に、ね、就職したわけなんですね。この人物が、その科学の専門で、電子力発電所、ね、ここの会社に勤めたわけなんですね。それにずっと携わってきていたために、
ね、定年なってからでも、ね、もう、ね、私は74歳ですから、今から11年前といったらね、そのね、同級生も定年していたわけなんですよ。ところが、ね、あまりにも頭脳がいいために、ね、そして、ね、食卓で、ね、その当時も青森県の、ね、六ヶ所村にいたわけなんですね。こういう事情があって、私はね、即座に聞いたんですよ。そうした場合に、企業の秘密だということでね、知り得ないことまで、ね、また自分が発表することはできないが、お前にわしが言うたことを書いて、地域としてね、広報するのは、ね、それは、ね、もう中身のことは、ね、作ることは、ね、いろんなこと弊害があるが、起こったことに対しては知っている分は教えてあげると言って教えてくれたわけなんですね。そういうことをね、知ることによってね、本当に、ね、アメリカは日本国を食い物にした。ね、今でもそうですね。次から次へと私たち日本国のね、技術をアメリカがね、支援したようにして、まあ、助けられた部分が大いにあるわけなんですね。日本が発展途上国として先進国仲間入りしたのも、おそらくアメリカの資本金があったためにね、いろんなだん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 会社も大きくなって、そしてね、世界第2位まで上り詰めたね、経済大国と言われた私たちの日本国が、もう世界第1位はアメリカにとって変わって、中共品だと言われていますね。これほどね、世界というものは、この戦後70数年間の間にね、移り変わりしてきて、ね、しかし、今、この現況を見たときにね、私たちのね、活動家にとっては、日本国に危機感が迫っていることをね、ひしひしと感じているのにもかかわらず、現在の我が国の政治家の連中、テレビやね、様々な新聞報道で報道されている中の裏の姿が私たち国民市民には見えてまいりませんね。ですから表で、このマスコミでもそうですね。企業というものは仕事をしないと会社は成り立っていきませんね。現在のマスコミもそうですね。テレビ局してそうですね。テレビ局何で金儲けをしているんですか？コマーシャルですね。このコマーシャルで、ね、テレビ局なんかは、ね、東電新聞社も、新聞社の場合ですと、新聞を取っている国民、ね、その料金である程度は賄われていますが、それ以上に大きいのが広告収入なんですね。ところが、大きなものには巻かれろということわざの通り、このテレビ局さえも大企業が不正を起こした。ところが、そのテレビ局を抑えよう、報道を抑えてもらおうと思ったら、あんたところに年間50億の広告を出すから、この報道はやめてくれと言ったら、やりませんね。これが今ね、マスコミのね、崩壊した現況なんですね。ですから今のね、問題にしても、あの森友問題ですね、籠池夫妻だけがね、懲役5年ですか、第一審で判決を受けていますね。しかしその裏で私たちの国民の国有地ですね、財産が国民の知らないところで次から次へと売却されていっているね、そのようなことは一般国民は知りませんに、大手企業でさらには長年国会議員を担っていた連中の食い物にされている。ね、これ、このような状況がね、政治家が必ず国有地の売買には絡んでいることが、私もね、その裏の裏が分からなかったわけなんですね。裏だけでは分かっていたんですが、もっと奥の深い
それを何で知ったかというと、ね、あの去年おととしの1月に亡くなった、あ、去年ですね、去年の1月に亡くなった元自由民主党の小泉政権の前ですね、前ですからね、もう20年近くなりますね。この小泉政権が誕生して、そして辞めた、国会議員を辞めた京都の綾部の野中広務という幹事長、当時の幹事長でしたね。この人物が国会議員を辞めて何を商売としていたか。ね。違いますね。企業に売っているんですよ。ね。企業、日本の企業に売っているんですが、この売買のやり方が入札ではないんですね。要するに、この自分たちが気に入ったところ、金儲けをさしている、やってくれる企業に全て売り渡していっているわけなんですね。さあ、この私たちの日本国のね、そこ今ね、中国人が日本の国の土地をね、買い漁っている。ね、次から次へと買っている。ね、皆さん、これにはね、心配しなくてもいいんですよ。ね、皆ね、よく言いますね。中国人が北海道の山を買っている。ね、いっぱい買っている。マンション空き家のところは皆中国人が買っている。ね、そして、ね、日本がだん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 中国人に侵されていっている。ね、このように危惧する声がありますね。身近では危惧しなければなりませんよ。しかし、どうですか？法律一つを変えることによって、外国人の日本に持っている土地を取り上げることができると思いませんか？そう思いませんか？ね。日本国籍でない者が日本の土地を買っている、いざとなった時に憲法改正する時に、ね、即刻外国人が取得している土地は日本の土地である。ね、もし日本の土地が欲しいのであれば、その土地を船に積んで持って帰りなさい。まあ漫画ではありますが、このような法律を作ったら別に恐るに足らずなんですね。そういうね、奥の深い読み方をすれば、ね、金持ちの中国人が日本に大量の金を落として、それで潤っているのがあの観光地ではないですか。全く同じことなんですよ。日本の土地を中国シナ人が買い占めている、とっと買い占められて、その裏でしっかりした政治家がね、我々国民がしっかりした政治家を選んで、ね、この法律を変える、変えてくれる、このような思想を持った政治家を国民で作り上げていく。ね、それにはまず学校教育、教育基本法というものだけをしっかり先に変えて、ね、道徳心を持った日本民族精神をちゃんと学ぶような学校を作ることが一番なんですね。それを求めたのがあの森友学園なんですね。皆さん考えてみてくださいね。私はこの日本国が大好きでありますと言って、たった3時間半日のうちに国家公務員をクビになった人がおりますね。あの自衛隊の田母神幕僚長ですね、たった3時間半日で自分の国が大好きですと言ったためにクビになった。そんな国がどこの世界にありますか。日本の国を嫌いな人たちが自衛隊に行って、俺は日本の国あんまり好きではないんだという人たちが自衛隊員であったらどう思われますか。これほどね、
私たちの日本の国のね、話せば簡単にわかること、異常な国になっていること、ね、国民が政治行政にね、興味がないために、だから戦争ね、選挙に行かない。誰がなっても一緒や。ね、政治家は、なるべく、この前も話しましたね、3日ほど前に。国民が選挙に行かないように、行かないように、ね、家にじっとしておいてください。選挙の時には、ね、皆さん、ね、誰がなっても一緒やという人は、絶対に選挙に行かないでください。ね、願かけているのが、自由民主党や公明党や、ね、さらには立憲民主党なんですよ。党に所属している連中は、ね、必ず選挙に行きますね。しかし、いや、自民党も嫌いだ、ね、公明党も嫌いだ、ね、こんな連中、ね、任していたら、誰がなっても一緒だという人たちが選挙に行かなければ、ね、党員をたくさん持っている連中らが皆当選していくわけなんですね。このからくりに、国民が政治行政に興味がないためにね、気づいていないんですよ。ね。投票率 46%。ね。そうでしょ？そして、市長選挙。ただ市長だけで、ね、この都会で市長選挙だけだ。市長一人を選ぶ選挙3人立候補して、その投票率はといったところが、なんと 37% と出ますね。ですから、ね、現実には、党員が選挙に行くだけですから、投票率が下がったら、党員は全て行きますね。そうした場合に、その連中らが選んだものだけが当選していく。投票率が下がれば下がるほど喜んでいくのは、ね、党に所属している立候補の議員なんですね。ならば、無所属という人たちを、皆さん、選挙に行ってね、そうですね、そのような仕組みになっているんですね。ね、そのね、それが政治家がやっているね、許諾金。なぜね、自分の国のね、やるのに、選挙ね、するのにね、それほどの金を積まなければならないか、というんですね。それは、ね、自分たちだけが当選するような仕組み、手かせ、足かせをね、やっているのが、現在の公職選挙法はザル法なんですよ。ね、どこを取ってもザル法なんですよ。政治家が、そうですね、そうですね。そうなんですよ。ね。投票率が低ければ低いほど自分たちが当選していく。だから私がね、結構仮面と選挙に行こう。というね、毎日私はこの赤い車で1番からね、6番まで結構仮面と投票に行こう、選挙に行こうというね、その替え歌流していますから、ね、みんなね、私のこの車がその歌を流していくと、ね、笑いながら振り向いていますよ。ね、皆さん。必ず選挙に行って、ね、選挙権がある人たち、特に、ね、今の若い人たちがね、誰がなっても一緒だ、というね、気持ちを捨てずに、自分たちでこの国を変えていこう、と言ったら、ね、何も、選挙投票所に行ったら、自分の名前のところにね、選挙管理委員会のね、担当職員が、半個、半割の半個ついてくれるわけなんですね。それは記録として、ね、あなたが選挙に行った時の記録として、その帳簿には、必ず台帳には残っていくわけなんですね。そうした場合に、投票率が増えれば増えるほど、ね、例えば白票、ね、白票、それは無効でしょ。一票では無効かもしれませんが、自分の心はどうですか？本当に、私が自分が選ぶような立候補者はいないから、自分は
抗議の声を込めて、怒りの声を込めて白票で投票したんだ。それは誰が承認してくれますか？選挙管理委員会の立ち会い人が名簿、投票券を持っていったら必ず割り印をしているところを見られたことがあるでしょう。ね、自分の選挙に参加したというその記録が残るわけなんですね。この記録、国民がこの記録を残そうとしたときに、私たちの日本の国の政治家を変えることができるわけなんですね。しかし、ね、今の政治家の連中らは、私利私欲、孤立孤立、ね、このような連中だけがいること、そして一度バッジをつけたら、ね、やめても、ね、不正義をやっていた、もらっていた給料は返さなくてもよい。ね、よその国ではそんなことは許されないわけなんですね。ですから、権力、自分たちの、ね、責務と権力を間違っている、権力を拡大にして、ね、皆さん、見てくださいよ。あの、ブルーリボンと言われる、菅総理が、官房長官の時に、あの記者会見の時に、あのブルーリボンつけていたことを見たことがありましたか？ね、私のこのバッグのこの色、ブルーですね。これには意味があるんですよ。ね、どういう意味かと言ったら言いましたね。このブルーリボンを、私たちが、ね、今はね、国会議員を辞めておられる西村慎吾先生と一緒になって、このブルーリボンを作った仲間なんですね。ですから、未だに願いを込めて作られたこのブルーリボン、願いを込めてですよ。政治家が北朝鮮拉致被害者を取り戻すことを願ってどうするんですか？政治家は行動ですよ。それの連中らが、もっともらしく願うリボン、意味もわからずにつけている。虫図が走りますね。政治家はつけるもんではないんですよ。政治家は、願う心はあってはダメなんですよ。行動ですよ。取り戻しに行くという行動するものに、願うリボンなど必要はないんですよ。その意味さえわからない。これが現在の我が国の総理大臣の姿、特に元安倍総理などは、ね、もっともらしく、被害者の前へ、ね、出てきて、ね、脳がけを垂れて、何にも行動も何もしていない。そうですね。このようなものが、のうのうと私たちのトップにみんなが君臨している、この連中らの政治家の精神から変えていかないと、それには、ね、時がかかります。学校、このような、ね、大人ができないように、学校教育を見直していく。これが私たちの、ね、国民の、ね、行く姿、日本国の未来の姿ではないかな。ね、残された人生、私はね、連日このように、ね、自分の思想を皆さんに語っていますが、それが良い悪いは、ね、各ここで判断しても、私のこの思想は死ぬまで、死んでもおそらく変わることはないと思っているんですね。さあ、しかし今、ね、このコロナウイルスが、今日感染者がだん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 少なくなってきて、あと1週間もしたら、ね、これが全国的に解除されるかどうか、ね、さあ皆さん、今私たちの国どっちへ進んでいくのか、ね、どっちみち4人のうち誰かが総理大臣になったとしても、次の衆議院議員選挙で国民が 60% 選挙10人のうち6人が投票所に足を運んだ時に、必ず日本の国が変わるということを信じて、必ず投票には行こうではありませんか。それではまた明日から、さまざまな環境問題の悪性不正の調査に邁進してまいります。それでは今晩これにて失礼いたします。ご清聴本当にありがとうございました。おやすみなさい。